先ほどそれぞれの方がもう少し話をされておりましたが、つい10日前に
高江というですね、地域がありますけれども160、70年ぐらい住んでおられるところでありますけれども、そこで、CH-53E 大型ヘリコプターが墜落をいたしまして、墜落といいますか不時着現状をしたということですね。まあ、そういうものの中から見えてくるですね、ものを皆様方に、報告をしてですね、その中からこの、地位協定とかそういったことについてご理解もいただきたいなと思います。もう早速ですね、不時着をして炎上をして、それで、この小野寺防衛大臣あるいは岸田前外務大臣、今自民党の政調会長されておりますが、当時沖縄の方に選挙運動でおいでになってましたので、それぞれが米軍にですね、飛行停止原因究明強く申し入れたにもかかわらずですね、特に岸田前外務大臣はこの自民党の県連の事務所の方にですね、ニコルソン四軍調整官を呼んで抗議しようとしたんですけれども、もう一個だにされませんでですね、天下の日本政府の前外務大臣が来いという話をしても米軍は取り合わない。それから小野寺防衛大臣も8月に2+2ワシントンでですね、 DC で米国との外務大臣防衛大臣と国防のですね、長官と話をするときに、沖縄の基地の問題はたくさん、ございまして、一つ説明するのも時間かかるので、なかなか分かりにくいようなことがあったら先ほど申し上げたものを読みながらですね、ご覧になっていけば分かると思いますので、当時はですね、カデナのパラシュート訓練、これは鎖国合意、この鎖国合意を説明するだけでも大変ですので、鎖国合意でですね、カデナではパラシュート訓練はしちゃいかんということを今年でですね、どんどんやるものですから、これをやめてくれという話を、小野寺防衛大臣にやって、分かった、2+2でですね、しっかり伝えるからと言って、で9月に別の要件でまた来たんですけれども、どうでしたかという話をしましたら、マティス長官もね、昔沖縄に行ったことがあって、それはいかんということで、背後にいる部下の皆さん方にね、そういうのはいろいろ配慮してやれよと言ってたんで、今度は期待が持てるんじゃないかなということを話をしておりましたけれども、兄はからにはその話を聞いたですね、2、3日後にカデナでまたパラシュート訓練が行われているんです。ですから、日米安保条約、そして日米地位協定、それから日米合同委員会、もう私たちは当事者ですので、大変、いろんなことを見させてもらって、日本という国がどのような立場に置かれているかというのもよくわかるんです。よくわかるわけです。ですから CH-53E ですね、大型ヘリコプターが墜落しても、向こうには、偵察も入れません。100メートルのところに内周辺というのがありまして、そこまでは私も入って遠いところから見られるんですが、マスコミなどはさらに300メートル後ろの方でですね、しか入れないような状況で、警察が入れない。それから去年の12月にはオスプレイが名護の沖の方に、沖というのも10メートル、20メートル沖なんですが、そこで墜落をした時もですね、海上保安庁とかですね、警察とか消防とかも入れない状況で物事が進んでいきます。ですから、この日米地位協定の話を詳しく話をするよりは、そういう形で人権の問題、裁判権も含めて、この日米安保体制というのはですね、なかなか日本政府がですね、及ばないようになっている。ですから私たちはもう事件事故があるにかかわらず、一生懸命沖縄にある防衛局や沖縄大使というのが沖縄にいるんですね、他の外国の大使と同じ地位に立つような大使が沖縄47都道府県の中では沖縄に唯一沖縄大使というのがおられて、いろいろ折衝するんですけれども、もう彼らもですね、何を言ってもですね、米軍に伝えますということで、それだけです。で米軍に伝えますと言った以降はですね、全く改善も原因究明も説明もされないまま物事が進んでいる。これが今の沖縄の日米地位協定の前線にいるですね、沖縄の状況でありまして、これは刑事事件であれ、こういった事件事故であれ、全く一緒でありますから、日本がこういう形で日米安全保障条約を結んでいるという中でもですね、私からするととても考えられないような状況であります。ですから安倍総理が
今回、大義なき解散という中でも、北南突破解散と言ってますけれども、沖縄はですね、沖縄から見ると国からこういうような状況を強いられていることそのものがですね、国難であるというような話を私は県内でさせていただいているわけでありまして、そういったこととをですね、ぜひ皆さん方はご理解いただいて、そして民主主義とか地方自治というものが今沖縄においては沖縄もある意味で特殊な歴史を持ってますけれども、そういったような部分を含めて今のようなものがすっかりそのまんま本土に来る。今オスプレイだけは本土でもどんどん飛んでますけれども、あれはとっても欠陥機でですね、オーストラリア沖にも3ヶ月前に墜落して3名死んでますし、沖縄県のあちこちに民間の空港があるんですけれども、4つの空港にですね、不時着といいますか緊急着陸も繰り返しておりますから、これからそういったことが起きたときに他人事のように考えていましたら、核ごみのいわゆる貯蔵の問題も含めてですね、地方自治という民主主義という立場をどのようにして沖縄日本の中で考えていくかということについてですね、私は重要な場面には来るのではないかなとこのように思っております。で、そういう10日前に起きた事件で、この日米地位協定の状況をですね、簡単に説明をさせてもらいました。そして戦後の沖縄の歴史、今日おいでの方々は応募してそれから選ばれて今日おいでだということでありますので、むしろ私よりよく存じ上げているかもしれませんけれども、一応手順としては説明せんといかんもんですから、沖縄のですね、戦後の成り立ちというようなものを話をする中から今の米軍基地の状況をですね、これを説明をしたいと思います。ご承知のようにもう72年前、沖縄は日本の中で唯一の地上戦、唯一の地上戦というのもあんまりピンとこないかもしれませんけれども、あのところの人口が49万人ですが、その多くの人がですね、日本軍と一緒にですね、行動を共にして、あっち逃げこっち逃げしながらですね、艦砲射撃、この太平洋上から大西洋上からと東シナ海などどんどん海が、この軍艦で見えないぐらいの多数の軍艦からですね、爆弾が落ちてきて、なおかつ上陸をしてきて、どんどん無謀の中に入っていても殺されるような、ヒメリ部隊という兵隊さんの看護をしたのは、普通の女学生が、250名ぐらいいた女学生がですね、何の知識もないのに、もう本当に弱めいてですね、今にも死にそうな方々の看護に当たって、なおかつそこに毒ガスを投げられるもんですから、百数十名が女学生が亡くなったというのが、ひめゆり部隊ということになります。そういうこともですね、細かく説明すると時間がかかります。こういうような状況の中で戦争が終わって、全部で20万人を超す方が亡くなりました。沖縄県民が約12万人。そしてそれが終わったらどういうことが起きたかといいますと、47万人が37、8万ぐらいになったんですけれども、そのうちのほとんどの人がですね、沖縄県全体に収容所がありまして、収容所に半年から1年ぐらいですね、収容されたんです。いわゆるそこで収容所といっても、もう本当に雨露をしのぐようなものの中でですね、沖縄県民は半年から1年ぐらいで、その間に、いわゆる米軍が沖縄のですね、民有地、これは本当は国際条約の違反でもあるんですけれども、その時に畑屋がですね、また爆弾でやられた家屋もなくなってますから、そこを成長して、どん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 飛行場を作ったりですね、米軍基地にしていったわけであります。で、半年して1年経って、帰ってまいりましたら、自分のふるさとは基地に変わっている。ですからここでフェイクといいますか、ネットでですね、どんどん間違ったものが流されるようでありますけれども、普天間基地、これも小説家の百田さんなんかがですね、何にもないところにですね、基地があるもんだから、それで食い口を得ようと言って、フェンスのところに、この天民が集まってきて、基地のおこぼれをもらって生き延びてきたと、基地のおかげだという話をするんですね。ところがこれはそこの普天間基地はですね、もともと1万4000名人が住んでまして、そこには市役所、役所も郵便局も学校もそれに準ずるいろんなものもあってですね、これが全部爆撃でやられた上に整地をされて飛行場に変わっているものですから、このふるさとに帰ってきた宜野湾市の人たちは、帰ろうにも自分のところはもうみんな基地になってフェンスで覆われてますので、
その周辺に住まざるを得なかったもんだから、普天間基地の周辺に住んでるんです。ですからそれをこういう形で、食い道がないから基地のところに行ったら何か食べられるだろうということで人が集まったというようなことを言われましたね。これネットでどんどん流されてますけれども、こういったようなことと、この中で沖縄問題を見られるとですね、これは私たちとすれば大変きつい。沖縄県民が、一度たりとも自分たちで基地を提供したものは一つもありません。この銃剣とブルドーザーで、この強制的にですね、今の米軍基地は全て、この収容されたわけでありまして、何も軍用地をもらいたいからどうぞどうぞといったようなものではなくて、全て、収容された後に、落ち着いた頃からですね、この土地代も払わないといかんねえというような形になったわけでありまして、この金額もまたネットで、通用しているのとはですね、全く違う状況です。これも今日はお配りしたものにみんな書いてありますので、よろしくお願いをしたいと思います。まあ、そういう中で1952年、この一旦こういう米軍基地も作られるわけでありますけれども、この1952年といいますと戦争が終わって7年目ですね。で7年目に何が起きたかというと、1952年サンフランシスコ講和条約、日本がある意味で独立をした日です。この独立をするときに沖縄が切り離されてですね、米軍の施政権下に入った。そして私はその頃は2、3歳ですけれども、ちょうど日本に復帰をするときの1972年法政大学に在学をするので、いわゆるドルの世界、それから当然日本国憲法も合衆国の憲法も全くありません。高等弁務官というアメリカ大統領から任命された軍人が沖縄を支配してですね、立法院とか、立法院というのは今の県議会ですね、それから主席、任命主席ですけれども、まあ、今でここで言うと知事なんですが主席ということであります。しかし実際上は米軍が不英布告、つまり法律をどんどん出していくのをそれを請け負ってやる時代ですから、この27年間日本からですね、切り離されて生きてきたということはですね、国会議員も出したことないんです、27年間ですね。そして、このパスポートを使って私は法政大学に通ったわけでありまして、そういったようなものがこの沖縄県にはございます。ですから NHK の特集で、復帰する前の沖縄には1300発の核が、あったんだと。しかしそれも沖縄、今にもってですね、沖縄にはないとは言えないというような状況でですね、物事が進んでいるような関係からしますと、今 0.6% に 70.3 ですかね、この米軍基地が専用施設があるというものが変わらないものが今日まで来ている。そして日米地位協定という裁判権から含めて日本の法律が及ばない、そういったようなものの最前線、専用施設ということとですね、普通の米軍基地と違うのは何かと言いますと、米軍専用施設というのはですね、日本の法律が全く及ばないところが米軍専用施設なんです。そして自衛隊に米軍が曲がりをしたり、米軍のところに自衛隊が曲がりをしたりするものは、いわゆる米軍基地はありますけれども、日本国内の法律が適用されるものですから、いわゆる犯罪を犯しても何があってもその財産権を含めて、それをやるのは、この専用地域以外のところでは日本の国内の法律でやります。沖縄の米軍基地はほぼ全てが米軍専用施設ですから、日本の国内の法律が適用されません。ですからそういったこと等でのですね、最前線で人権を守る、あるいはまた基本的人権、あるいはまた自己決定権、民主主義、地方自治、たくさんのことをですね、私たちは10万人の集会をしながらですね、訴えているんです。よく本土の皆さん方がよく、まあ数年ごとにあんなに10万人も集まるねえなどと言ってですね、やはり根底にあるものがご理解いただかないと、なぜ県民が忙しいのは皆さん方と同じですから、忙しい人たちがですね、何かの時に10万人が集まってくるというのは、それはそれなりに沖縄の現状を何か変えてもらいたい、どうにかしてもらいたいというのがですね、大きく立ちはだかっていますので、こういったことでですね、実は戦後のその沖縄の成り立ちがございます。まあ、そういう意味でこの状況を説明しましたけれども、今一番ネットでですね、沖縄県に対してこの誤った認識、これはおそらくつい1年ぐらい前でしたら、
国会議員の8割もわからなかったんじゃないかな、あるいは全国の知事会もほとんどの知事さんがご存知ではなかったんじゃないかな、市町村会もそう、ですから国民に至ってはほとんどの人がお分かりにならなかったと、こういうようなことをですね、今日まで私たちは耐えに耐えて、ずっとそれに反論しないまま来たんですが、それは何かと言いますと、実はこれを強く推し進めたのは、5、6年前の那覇市長をしておりました私でありますけれども、沖縄県人会というのが各都道府県におりまして、そこの代表の役員が30名ぐらいです。毎年1回どこそこに集まって300、400名で県人会がございます。で、5年ほど前に私那覇市長として講演をお願いされてですね、行きましたが、北海道から九州まで、それぞれに住んでいる沖縄の人がですね、出身の人が私にもう本当に泣きそうになりながらですね、こう言うんですよ、市長、私は地域で、あるいは職場でこう言われるんですよと。あれでしょ、沖縄は基地で建ててるんでしょ、だから振興策をもらって、基地を置いとったらいいですよというのが圧倒的な本土の方々からのですね、沖縄の人に寄せられる言葉なんですね。それに反論ができない、本当なんですか市長ということなので、私はこれはもうしっかりと伝えていかなきゃいけないなと、そういうようなことで実は5年ほど前からこういうことも話をするようになりました。それは何かと言いますと、一番誤解をされるのが、年末にですね、政府が発表する沖縄振興策3000億円というのがあるんですよ。沖縄振興策3000億円、そうするとね、国会議員もですね、知事さんなんかも市長さんなんかもですね、本土もですね、何というかというと、沖縄いいよねと、みんなが予算もらった後で3000億円のね、振興策もらうんだから、ああ、基地預かるのは当たり前じゃないのと、こういうのが圧倒的なんです。しかし、沖縄県は先ほど申し上げましたように、27年間、異民族支配にいて、憲法の適用もない、国会議員も送ったこともない、そしてドルを使い、そしてパスポートを持って生きてきてましたから、私たちは復帰をしてもですね、1970年に復帰をしても、予算の獲得の仕方がわからないんですよ。ですから沖縄開発庁というのが作られて、沖縄開発庁が沖縄県の要望を聞いて、そしてそれを取りまとめて財務省に行って、そしてお金をもらっていく、これ一括計上と言いますけどね、まとめて今回は3000億円でしたよというふうに発表されるのが、それも予算とは言わないで沖縄振興策というところが、この日本政府のですね、沖縄に対するですね、まあ、回収策といいますか、そんなような、あるいは日本国民に対してちょっとこうちゃんとやってるよというふうに見せるつもりかもしれませんけれども、3000億円というふうにやると、いわゆる国民は余分にもらってるんだなというふうに思うんです。しかし他の都道府県はどういうことをしているかというと、当然土木部は今でいう国土交通省に行って道路を作るから100億円ください、そして教育委員会は文科省に行って学校を作るから100億円くださいと言って3000億円4000億円もらってるんです。しかしバラ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 にみんなもらってくるもんですから、新潟県はいくら、鹿児島はいくら、福井はいくらということはないんですね。全くなくて、どこの県がどれだけもらったかというのは調べれば分かりますけれども、発表することがないんです。沖縄県だけは取りまとめて、沖縄開発省、今でいう内閣府の沖縄担当がですね、私たちの要望を聞いて、いろいろ意見も言われながらですね、調整をして、そして各省庁に挙げて、各省庁から出される金額をまとめて、12月の末にですね、沖縄振興策3000億円というふうに出されるわけです。ですから、今もってこの話を国会議員にしましたので、嘘だろうと、お前たち余分にもらってんだろうって言う人もおりますから、なおかつ多くの方々がそういったことも分からないまんまですね、沖縄に対してですね、そういった偏見を持つ、軍用治療にしても、これも皆さん方の今日の Q&A にみんな細かく書いてありますので、どの程度軍用治療をもらえているかもですね、分かります。もう本当に世の中のネットで出るのは1000万円2000万円もらってほずり返ってですね、東京で住んでですね、だから基地に返すの反対しないんだよとかね、いろんなことも書かれてますけれども、ぜひ今日は私恐れ言葉足らずのことで終わると思いますので、Q&A に全部書かれていますので、生で聞くか読んで勉強するかということの違いですので、後で私が読んでいただいてですね、ご理解もいただきたいなというふうに思います。それから、今この予算の話をしましたけれども、今沖縄県のですね、米軍基地との関係でいうと、私はこれも5、6年前なんですが、しっかりと調べ上げて、そして県民に発信をした言葉があります。それは何かと言いますと、今や米軍基地は
沖縄経済発展の最大の阻害要因であると、こういうことを私は申し上げました。米軍基地は沖縄経済発展の最大の阻害要因、そしてそれを3年前の知事選挙にも申し上げて、いわゆるそれまでの沖縄県は基地に反対をすると飯が食べられないよというのがですね、何十年間の流れでありましたが、この10年間の出来事をこれも今簡単に説明しますけれども、その中で今米軍基地がいかに沖縄のですね、経済発展の阻害要因になっているかということをですね、簡単に説明をさせていただきたいと思います。この戦争が終わった時の GDP に占めるですね、基地収入はですね、50% でした。何しろ生産施設というのはみんな爆撃でやられてますので、何にもないんですね。ですから基地で働くしかありませんでしたから、そこでの収入がいわゆる GDP の 50%、そして、この復帰をするときがですね、つまり45年前ですね、15% です。米軍収入がですね、今はどれだけになっているかというと、沖縄県の GDP は4兆円超えましたけれども、米軍基地からの収入は2200億円ぐらい、ですから 5% あるいは 5.12% なんですね。それぐらいしか今沖縄県の経済の中では米軍基地が軍用地料を払ったり、あるいは軍で働いている人が8名8000名もいますから、そういった人たちの給料、それから基地の中で、軍人軍属がいますが、やっぱり外に行って飲んだり食ったり何か物を買ったりしますから、そういったものの総体がですね、2000億円ぐらいなんですね。ですから 5% なんです。こういったような状況で今基地があるから沖縄経済を脅かすというようなものはございません。今一番絶好調の観光が今6000億円を突破しています。そして情報通信産業が4000億円を突破しています。こういったようなですね、経済状況の中で、総体としては4兆円、そして米軍関係は2000億円ということでありますので、この面から言っても、もう米軍基地はですね、町づくりから言ってもあれだけの広範囲なところを占めてますので、それも、東京23区に負けないぐらいの人口密度で、沖縄の中南部はあります。そこにほとんど基地がありますから、町づくりもままになりません。救急車も行こう、基地を遠回りして、病院に行きますので、道路を作ろうにもみんな基地にぶつかってしまってですね、なかなか道路もできない、こういう状況で、ございます。そして何よりも、この10年来、米軍基地がですね、返されるのがいくつか出てまいりました。一番私が那覇市長時代に那覇市に行かれた方で、新都心地区っていってビューティーフリーの店があるところがありますけれども、あそこにもすごい、にぎわいが出てますが、つい15年前まではですね、草が生えてですね、高校が、先に作った高校が 1校だけあって、残りは全くの草ぼうぼうというのは標準語ですかね、草がもう生えてですね、草ぼうぼうなんですね。それを私が那覇市長になりましてですね、区画整理で何もその特別な補助をもらってではなくて、区画整理で3年ほど前に完成をいたしました。どういうふうに変わってきたかといいますと、これも本にあります。この新都心地区、米軍住宅だったんですね。米軍住宅が215ヘクタールありました。芝生に囲まれてですね、そして米軍住宅があって、そこで、沖縄県民がですね、芝生を買ったり、それから家が戸が壊れたとか言って取り直しをしたりする雇用が170名だった。米軍基地で働くのがですね、170名、返されて今の新都心地区に変わってどのようにこれが変わってきたかというと、軍用地料がですね、255ヘクタールで52億円ありました。ですから52億円をもらっているうち、軍用地主さんからすると返されるというと、もう軍用地料が入らないからこれは大変だということで、30年ほど前返されるという時に大騒ぎをしましたけれども、それでもまあ新しい町づくりをしようということで、この町を作ったんですが、52億円がですね、直接な経済収入で今いくらになっているかというとですね、1600億円です。これも約30倍以上。それから雇用、170名でしたけれども、今1万7000名、100倍です。それから税収、那覇市や、県や国に納めるのがですね、6億だったものが今は199億円。このように返されると一番いいところをみんな米軍取ってますので、他にも北中城のライカムが今あるところがありますけれども、そこも今30倍ぐらいの経済効果、それから茶壇の方も北谷って書いて茶壇というところがありますけれども、そこも半備飛行場跡地でありますけれども、返されてやっぱり20倍30倍の経済効果があるんです。
で、まだ 70.6% が残ってますので、これを返された時の沖縄経済の発展というのはですね、大変なものがあるんですよ。ですから、経済と沖縄の基地の問題を絡めて、沖縄県民も長い間、基地で、軍雇用員も多かったですから、長く基地がなければ沖縄の経済はダメになると思ってたんですが、この10年来、アジアのですね、経済が台頭してきまして、今あるんですよ、ベトナムとかタイとかシンガポールとか香港は、もう本当に日本の個人所得と変わらないぐらいの発展を東南アジアやってきてますから、そこに中国、東南アジアの方々がですね、観光客で、沖縄にも来ます。それから物流も盛んです。情報通信産業。この3つがですね、一番の大きな産業でありますけれども、農業とか当然建設業とかいろいろありますけれども、いわゆるそのベスト3ということになるとそういうことでありますが、今沖縄の観光客どれだけの方がおいでになっているかといいますと、去年でですね、インバウンドがですね、213万人、いわゆる台湾、中国、韓国、香港を中心としてですね、今年はそれが250万人を目標としておりますけれども、間違いなく今の上半期でですね、250万突破、そして国内旅行客が600万ちょっとでしたけれども、今年はですね、700万、合わせて950万の観光客が今沖縄先にクルーズ船あるいは LCC そういう形で観光客がおいでになっております。そしてアジアからはそういった観光客も含めてなんですが、いろんな情報関係あるいはホテルを建設したいいろんな投資の話があるんですけれども、いかんせん米軍基地にみんな占められてますので、いいところはですね、返されたらおそらくは日本国内からもそうでありますけれども、いろんな形で投資が進んでいく。どれだけ沖縄がですね、これから日本とアジアの架け橋として、沖縄の琉球という王国は、日本と中国が鎖国をしているときに、大貿易時代、それぞれのミッションを受けてですね、この東南アジア、あちこち行ってですね、貿易をした時代がありました。今まさに、何百年経ってですね、この十数年で、何よりもアジアの経済の台頭が大きいです。これが地理的にも沖縄に覆いかぶさってきて、なおかつ沖縄がアジアに近い、アジアとの交流もしてきた、いわゆる自然、歴史、伝統、文化といいますか、この沖縄のソフトパワーがですね、アジアと大変、肌合いが、そして、交流がしっかりとやれる、そういったようなものの中で、沖縄の今、経済の発展がですね、大きく、飛躍的に伸びてきているわけであります。ですから、これからの沖縄は、そういった意味での、経済がですね、どのように伸びていくかということで、一生懸命頑張っているんですが、ただ一つ怖いのがですね、平和だということが崩れたら、これは東南アジアが今経済元気いっぱいなのも、アジアがどっちかというとですね、北朝鮮を除けばですね、アジアは、どこ中東に比べてもヨーロッパに比べても南米に比べても安定してるんです、政治的にですね、戦争をしているところがない。ところが万が一戦争みたいなものが起きたりするとですね、沖縄のこの置かれているようなものはですね、全部崩れてしまう。何かというと、例のアメリカの 9.11 あの100階建てぐらいのビルに飛行機が突っ込んでいってですね、3000人ぐらい亡くなりました。あの時も私たち沖縄県の人は遠い国の出来事だと思ってたんですけれども、しかしあそこに飛行機が飛び交っていってですね、結局沖縄に米軍基地があるからということで、保護者の皆さん方もそうなんですが、修学旅行が危ないということでですね、沖縄の観光客が3割減になったんです。あの当時ですね、いわゆる何の関係もないニューヨークの事件がこれだけ沖縄にですね、米軍基地という関係で影響を及ぼすわけですから、万が一選択でですね、小競り合いがあって、人が死傷するようなことがありましたら、おそらく石垣も今100万人の観光客が来てますけれども、パタッと止まるんじゃないでしょうかね。止まった後にこれ盛り返すというのが大変でですね、5年も10年もかかるんです。ですからいかに平和であるということが、日本国の今インバウンドは日本国全体に多いですから、こういったことが起きるとですね、経済に対するものも大きく作用してまいります。ですから平和というものがいかに、大切であるか、この圧力でどうだ、外圧でどうだという話もありますが、究極的に平和でなければいけません。政治も外交もなかなか簡単ではないと思いますけれども、私はそういった意味でですね、どのような手段を使っても戦争しちゃいかんというのがですね、今
しみじみ思うような出来事でございます。そして、基地の問題で話をさせてもらいますと、菅官房長官とも私何回もお会いまして、実は3年前に私が知事選挙に当選をしてですね、それから1週間後に行われた衆議院選挙でも沖縄だけは4選挙区全部自民党の議員に対して、沖縄のそれぞれの政党が、小さい政党ばかりですけれども全部勝利をいたしました。完全に、圧勝したわけですね。その民意を受けて私は知事になって、安倍総理にも菅官房長官にも応援しようとするんですが、半年間会えなかったんですよ。どんな品物を作ってもですね、会ってくれない。あれだけ 0.6% の面積に 70% 以上のですね、米軍基地を預かって日米安保体制にですね、大変貢献をしている沖縄県の知事が辺野古に反対をしているからといってですね、会わない。そういったような状況が半年続く。いわゆる日本の民主主義、地方自治というものがどういうことなのか、あるいは国の太っ腹のですね、どういうところからも日本国民を受け入れてやっていくんだというようなものが、見えてこない。あのようにアメリカにはですね、抗議をしても一方だにされないでね、蹴飛ばされるのに、同じ日本国民のですね、一地域のところにはですね、これだけ強圧的にですね、物事を進めていく。ちょっと今の日本の状況はおかしいのではないかと思っています。時々安倍さんが日本を取り戻すという話をするときに、私はいつもすぐ思いつくのはですね、その日本には沖縄入ってますかというのが一つ、はい、心の中に出てくるんですね。それからもう一つは戦後レジームからの脱却、つまりおそらくは戦後レジームの脱却というのは米国に戦争で負けて占領されて、その後日米安保条約もあって、ある意味で米国の庇護のもとにですね、生きてきた、こういうものをですね、この脱却をする、勇ましく、どっちかというと右寄りの人ですから勇ましく言っているつもりなんでしょうけども、今世の中北朝鮮がミサイルを撃つためにですね、もうアメリカの方にすり寄ってですね、だんだん、戦後、レジームの脱却よりもですね、戦後レジームのですね、完成としか私で言えないんですよね。本当にね、それぐらい日本の国は地位協定とか含めて本当に、この北朝鮮を含めてですね、中国も含めて日本という独自の、ものがあるのかないのか、アジアの方に聞きましても日本と相談するよりアメリカと相談して、アメリカの了解をもらって、アメリカから了解もらいましたよと言って日本に言えば日本は OK だからアメリカと交渉する方が早いと言われるぐらい、いわゆるアジアでもですね、このように言われる寂しさがございます。で、日米地位協定の最前線にいる沖縄としましてはですね、この金があるものですから、ぜひともそういうのも直していきたいなというふうに思っております。30分ちょっと超えたところですので、もう少しでありますけれども、そして先ほど沖縄県の民意という話もさせてもらいました。それから安倍さんとか、この菅さんが会ってくれないという話もありました。その後ちょくちょく会えるようになりましたので、集中協議で言って、安倍さん、菅さん、そして防衛大臣、外務大臣、沖縄の大使ですね、その方々と私とでいろいろ話をしました。そうすると安倍さんが、沖縄の基地負担の軽減、それから誠心誠意、沖縄には寄り添っていると、だから米軍基地の返還は、できる限り、やりますと、できることは必ずやると言ったんで、私はできることは必ずやるということはできないことはやらないということですからという話をさせてもらったわけですけれども、こういったの中で普天間基地に反対をしますとね、本土の皆さん方はみんなね、あれ沖縄の知事はなんだ自由民主党に長くいたというのに、今安保条約に反対しているのかというような話がですね、よく知事就任してからどこそこでお会いするとね、こういう質問する人が多かったんです。どういう質問するかというと、あれ知事は日米安保体制に反対しているのと、いや賛成ですよと、なんで基地を反対するんですかというか言うもんですから、日本国の国民はあれですが、日米安保体制に反対してるんですかって言ったら、いや、大変です、賛成してますよって言ったら、なんで米軍基地あんた方引き受けないのという話をするとですね、ここで旗と思考が停止してしまってですね、改めて沖縄にですね、注目をしていただけるとこういうようなことになります。ですから安倍さんにも、そういうふうに基地できることはやるという話をするんで、普天間が開催で、総理、どれだけ
沖縄の米軍基地が亡くなるか分かりますかって言ったら分からないんですよね。返事をしないから、まあ、分からないというつもりでいますけども、何かというと皆さん方もびっくりするかもしれませんけれども、普天間基地が今北部訓練場が去年の12月にジャングルなんですけどね、4000ヘクタール帰ってきたものですから、ちょっと 数字がこんぐらいしますけども、それでも 3% なんですよ。4000ヘクタールが帰ってきてもですね、 73.6 が今 70.3 か4になっているんですが、安倍さんに、普天間基地が返されて、沖縄の米軍基地はどれだけいるか分かりますか、ったら返事がない、いいですかと、0.7% ですよと、分かりますかと、普天間基地が返されて、減るのは 0.7%、 なぜかというと、なぜ 0.7% の代わりに新辺野古基地165ヘクタールも埋め立てて、そこに作るわけですから、それ以外の嘉手納依願も返すというものがいくつかありますけれども、皆さん方は返すということだけ情報が入るかもしれませんが、返す場所はどこかというと、みんな県内なんです。沖縄の県内に返されるものですから、いくつか返されても、0.7% しか減らない。それで、私は、そうなんですよという話をしましたらですね、もう、官房長官も含めて返事をしないんですね。ですから、これは日本の与党の国会議員にも何名かに申し上げました。そうしますとですね、嘘だろ、普天間が入ったらお前 30% ぐらい減ってるだろうって、ね、言うんですけれども、0.7% なんですよ。だから沖縄が今戦っているもの、私は自由民主党出身で、各州の皆様方ともオール沖縄ということで一緒に、基地問題に当たってますけれども、何が違うかといって、普天間は絶対に沖縄には県内施設はさせませんよと。あの大浦湾は、262の絶滅危惧種がいて、5800種類の生物がいる。これは小笠原とか屋久島とか知床とか、そういった世界自然遺産登録をもらってるところ、やってるところよりもはるかに、沖縄の今埋め立てようとしているところがですね、15億もいたりしてですね、サンゴ礁があってですね、美しい海をですね、魚が泳いでるんです。そういうところに新しく作る、それも基地機能強化をして移す、なおかつ嘉手納依願のいくつかのものも全部、向こうに、沖縄県内にまた持っていくわけですから、そういった意味で、0.7% しか減らないんですよと。この事実は何かというと、私は嘉手納の基地に反対するとか、それ以外の 70% のうちの 90% に特に今出ているという話はしてないんです。この普天間基地だけは何としても沖縄の名誉にかけても維持にかけても、日本の国という主体性自立という意味からしても、日米地位協定とかそういう民主主義とか地方自治を考える意味から言っても、これぐらいは 0.6% に、たった 0.6% しかない沖縄に72年間も押し付けておいて、一度も自分たちが出してくださいって言ったこともないこの沖縄県に、この老朽化したから、世界一普天間が危険になったから、お前たちがもう一度差し出せていってるんですよ。もういわゆるね、皆さん方の家をもし乗ったら乗っ取ったりですよ、皆さん方の家を何十年かして老朽化したらさ、皆さん方のところに行って、おい、お前の家も老朽化してるよと、新しい家俺に、貸してくれ、作ってくれってね、言われたらおかしいですよね。だからこういったようなものが、まかり通ってるものが、いわゆる中央から離れて遠い沖縄が、歴史的にも琉球王国という長い、距離がありましたから、そういったようなことと含めての沖縄の歴史みたいなものも含めて、同じ日本国民の一員としてですね、どのようにして今日本とアジアの架け橋に、沖縄が経済的にもしっかりと、アジアに進出しなければ日本の経済は持ちませんから、人口は伸びていきませんので、アジアに伸びていってやらなきゃいかん、その時に間に入って、その引き継ぎ役、仲人役をするのが沖縄の今の経済の発展だと思っているので、こういったこと等をですね、全く言いに返しないで、北朝鮮がぶち上げるから国難突破だと JR を鳴らしてですね、JR って言うんですかね、何て言うんですかね、そういう状況でね、日本という国が ある。で、これはなかなかこの、恐縮ですけど、他府県の皆さんの中には日米地位協定の最先端にいないものですから、なかなか分かりにくいと思うんです。人権の問題とかですね、国というのはどうあるべきかとかですね、そういったこととも含めて、あります。5分オーバーしてしまいましたこれで終わりますけれども、これはぜひ30分もあればじっくりご覧になれますので、ぜひ読んでいただいて、これからもまた沖縄でご理解をいただければありがたいと思いますし、一緒に日本の国の民主主義とか地方自治というものを考えていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。